えー、ということで、トミーです。えー、っとですね、今回ね、dmm.com さんの方で、えー、これ、基案権じゃないですよ。えー、dmm.com さんの方で、えー、マギアレコードが、えー、パソコン版で出るということが、えー、決定したそうですいや。新しい魔法少女たちの物語が PC に登場ということで、えー、っとマドカと、えー、誰 <laughs> 誰だろう。僕ね、このマドカマギカの、この、 マギアレコードっていうゲームがあるのは知ってるんだけど、実際やってないんでわかんないんですよえ。っていうのもね、僕ね、恥ずかしながらね、いまだにね、あの、スマホじゃなくてガラケーなので、全然こうスマホゲームみたいなのに触れる機会が全くないので、うん。今回 PC でね、このマギアレコードが出るということで、ちょっと興味持ってる。はい。もちろんね、あの、まあ、今年中にはちょっとスマホに変えようかなと思ってるんですけど、まあ、とりあえず今、現段階ではガラケーなので、 えーまあ、マギアココードのパソコン版にすすごい興味持ってるんで,すで今、事前登録をね、えー、するとね、あの、この DMM ゲームズ版の事前登録キャンペーンとして、えー、事前登録者数に応じて報酬をプレゼントされると。で、一番下、えー、1万人達成で、えー、マギガストーン50個、ガチャ2回分。ガチャ2回分って大きいよね。多分これ10連が2回なのかな。うん、ちょっとわかんないけども、1万人達成。だって。 で3万人行くと、えー、マギアストーンが 100, 回100個倍になります。えー、ガチャ4回分で。5万人到達ならば150個、えー。ガチャ6回分ということでですね、まあ、皆さんのこの事前登録が多ければ多いほど、えー、マギアストーンがもらえるということです。 まあそんな感じかな。で、注意事項としては、アプリパンマギアレコードをご利用いただいているプレイヤーの皆様は、データ連携を行うことで DMM ゲームズパン PC でも同じゲームデータでご利用いただけますということで、まあ、要するに連動できるっていうことだよね。ただこれ、おそらく別にバトルするとかそういうものでは多分ないと思うので、あの、1から始める方が、じゃあ不利になるかっていうと、別にそんなこともないかなとは思います。はい。 で、事前等のキャンペーン報酬は DMM ゲームズ版をご利用されたプレイヤーの皆さんも対象に配布します。ということは、そのマギアレコードの,あのまあアプリ版があるわけだけど、あのアプリ版だけ利用しているだけではこの報酬はもらえませんよと。えー、アプリ版利用している方でも、そのゲームズ版もと両方やることによって、その報酬としてストーンで。もちろん両方に連動できますということなんで、ぜひね、アプリ版やっている方も DMM ゲームズ版を利用するとマギア、このマギアストーンかなマギアストーンみたいな。 石がもらえるんでぜひ、ね、登録しとくとといいいかなと思います、えー、事前登録キャンペーン報酬はアプリ版と DMM ゲームズ版でデータ連携を行ったプレイヤーの皆さんも連携を DMM ゲームズ版にログインしていただくとプレゼント配布の対象となる。だからやった方がいいんだよね。やってる方は PC 持ってるならやった方がいい。 えー、事前登録キャンペーン報酬は DMM ゲ、えームズ版配信後の配布となりますと、えー、詳細についてはゲーム内でお知らせをくださいと、えー、事前登録キャンペーン報酬として配布するマギアストも無償版ですと事前登録完了のメール送信はございませんのであらかじめご了承くださいアプリ版とのデータ連携は DMM ゲームズ版のサービス開始後から可能ですと DMM ゲームズ版の対応 OS を Windows のみということでですね。Mac の方はちょっとできないよと。はい。まあ、そんな感じになってます。まあ、この、えー、まあ、マギアレコードがね、パソコン版で DMM で挟んでくるということでですね。ちょっと楽しみにしてます。これは二人魔法少女が多分おそらくいるのかな。ちょっと僕、このキャラクターがわかんないけども、まあ、その、マギカ自体は結構好きなので、 ぜひね、ちょっとね、まあ、プレイしてみようかなと。時間があればプレイして動画に上げてみようかなとかも思います。ただね、ちょっとね、課金の方はね、あの、残念ながらね、僕ね、あの、パープルの方は自分で課金するんですけど、それ以外は課金しないので、僕、動画でやっても課金はしません。はい。まあ、皆さんがね、この動画とか見てて、じゃあ、あの、これやるから課金しろよみたいなこと言ってくれたら課金するかもしれないですけど、基本課金したいんで、よろしくお願いします。 はいということで、今回はね、マギアレコード、新しい魔法少女たちの物語が PC に登場という、えー、こちらのあれを紹介しました。こちらの動画、こちらの、えー、ゲームを紹介しました。ということでですね、良かったと思う方は、えー、グッドボタン、えー、高評価、コメントとお待ちしております、えー。ということで、トミーでした。ありがとうございました。